はい、皆さんおはようございます。おはようございますと言いますか、もう今日はちょっとまあ夕方なんですけども、ちょっと今日はね朝からドタバタしておりまして、というのもまあ息子をですね、ちょっとまあ耳鼻科に急遽ね連れて行かなくてはいけないことになりまして、このまあ住んどるところへ、住んどる町にね、耳鼻科というものがないんで隣の島で行かなければいけないということで、まあ朝一でまあ行って耳鼻科へ連れて、まあそれはね全然大したことなかったんですけども、まあ薬もらって、もう大丈夫ということなんですけども、でまあそれでまた帰ってきて、そこからの仕事収穫も途中だったんでね、まあちょっとそんな感じでドタバタして、まあ息子はそこから学校行って、まあ全然大丈夫なんですけども、ということで、なんやかんや忙しゅうしよったらもう夕方になったんで、動画の撮影の方もね夕方からのスタートということですけども、そんな今日は2020年12月23日でございます。それでは今日はもう日暮れですけども、今からスタートです。ハッピーチゲ祭。はい、ということでね、今日もまあ結局忙しくいろいろ定食の準備などいろいろしとったわけですけども、まあね日々いろんなことが起きて、まあもちろん家族のこともそうですし、何が起こるか分かりませんのでね、予定通りにならんことはまあ多々あるわけですけども、まあね、今広島県もこのちょっとコロナでね大変なことになっておりましてですね、10万人あたりでいくと日本一だという数字も出ていたりなんかして、日々もうコロナが騒ぎ始めた頃はね、あの緊急事態宣言の頃は県内で1人2人出た言ったらもう大騒ぎじゃったんですけどもね、今はもうなんか毎日100人近い、人数が発表されたりなんかして、まあ結構広島県大変なことになってるわけですけども、まあそんな中ですね、まあそういったことも、まあコロナもそうですけども、まあ昨日もね、あの今年の漢字の中でお話ししたように、いろいろまあ自然災害もあったりいろいろある中で、まあ特にうちら従業員も雇わず夫婦2人でやっているとですね、いつ何時こう仕事がストップしてもおかしくない状態ですよね。何かあったら、特に今このコロナなんかで濃厚接触者なんかになると、まあ、ややこしい、何日間かこうね動けなかったりして、いろんなまあそういったリスクがあるわけですけども、2年前もそうでしたけどね、2年前も水害にやられて、その後の台風被害、で今年も同じように7月の豪雨で水害にあって、その後の台風でまたビニールが破れてということで、もうねこのまんまではいかんということで、あのこれに加入いたしました。全国農業共済組合連合会のね、農業の経営収入保険ということで、まあ、ちょっと仕組みはねこれパッと説明するのもややこしいんですけども、まあ、ここにまあ例えば1000万円ね、収入が1000万円の場合、農業収入が1000万円の場合の例が載っているわけですけども、その1000万円というのは、まあ過去5年間の収入を確定申告を出して、そこからまあどういう計算式か分かりませんが、ただ単純に平均というわけではなくて、いろいろまあこういろいろまあそれなりの計算方式があって、基準、その人の基準額というのが設定されるわけですが、これはまあただ単に平均というわけではないんですけども、でそれが1000万になった場合だった場合、収入が
で、まあ、いろいろパターンがあるんですけどもね、掛け金によって。で、一番いいのでしたら、基準額に対して1割減った時に、発動して、その1割減った額の8割までが保険で出ると。ちょっとまあややこしいんですけども。で、プラス自分で積み立てる部分もあったりなんかして、ちょっとまあ詳しくはね説明するとちょっとややこしいんですけども、まあ一番いいのがそれで、積み立て金ありの分ですよね。まあ1年目はねこの積み立て金の部分があるんで、ちょっと1年間は確かにちょっと高額っちゃ高額なんですけども、掛け金がですね。ですけども1年そこを積み立ててしまえば、次の年からはそこが積み立て部分がなくなるんで、まあまあ割と楽っちゃ楽な金額になるんで、まあ僕の場合まあちょっと1年しんどいんですけども、積み立て金ありの分でねちょっと加入しました。まあねちょっと結構掛け金負担にはなるんですけども、まあいろいろねいろんなパターンがあるんで、保証のところを下げて掛け金を月々のね掛け金を抑えるといういろんなバージョンがあるんで、何も一番マックスの分じゃないといけないということはないんで、まあその人のね経営状態、各農家の状況に応じて入りやすい、自分がかけれる分でやると、まあ安心感がね、まあ安心、まあ保険ですからね、安心を買うというところと、まあこういったご時世なんでね、コロナのこともあるし、もう自然異常気象ももう毎年ですからね、ちょっとまあそういったことも考えましてね、結構きつい、まあいろいろ設備も導入したりして、カツカツっちゃカツカツどころかもうカツカツオーバーしとるぐらいなんですけども、まあまあ入りました。で、あとはこう、これはまあ収入の部分ですよね、収入の部分で、あとはねハウスの方なんですよね。ハウスの方ももうね、台風が年々やっぱりね、この温暖化、地球温暖化で年々台風の威力が増してきとるような気がするんですよね。なのでハウスの方もね、ちょっとまあここはまだ決めてはないんですけども、これもまあ保証のない、保証の内容によって掛け金がいろいろあるんで、ちょっとこれはね今検討中なんですけども、まあ何らかしらの保証、どれかのねパターンにはまあ入ろうかなと思っております。もうねここですから3年間の間で、もう2回もね災害に、ここ3年間じゃないわ、去年、今年去年その前ですからね、まあ、3年間の間で2回もこう水害と台風と被害に遭うとね、もう次同じようなことがあったらもうアウトですからね。なのでちょっとまあ今後もね、まだまだやっていくためには、一応こういったいろんなまあリスクを考えながら、こういった部分にかかる経費はまあしょうがないかなということでね、これもまあ近々パターンを選んで、加入しておこうと思います。ということでね、まあいろいろ本当結構負担なんですけど、高いんですけども、まあそれ以上にもうリスクの方がね、もう全く無防備、全く無保険というのはちょっとあまりにもリスクが高いご時世になってきたなと僕自身はまあちょっと感じておりますので、まあね
なという感じでございます。ということでね、ただただ保険に入りましたということだけなんですけど、詳しく説明するのもちょっと内容がね簡単に喋れないのであれなんですが、気になっとる、もし気になった方はですね、お近くの JA なり農災なりに行って、収入保険のことを話しに来てくださいとお願いしたらね、個別でも必ず対応してくれますので、相談窓口もねこう全国にありますので、おそらくググったら出ますし、ここ QR コードありますので、一時停止して読み取れば、ね、一覧が出てくると思いますので、気になった方はぜひ、確認してみてください。はい、ということで今日はまあ朝からちょっと本当ドタバタしとったんで、ただただ保険に入りましたという動画となりましたが、今日はこの辺で終わりにしときましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ。明日は雨か。